進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくくりたまえ。ひどい匂いだ。ティファ。クラウド。7番街へ急がなくちゃ。あ。エアリス巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ん？ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな？コルネオが飼ってるのかもな。餌は。ホヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。
シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか？あいつならやりそう。でも、もし本当だったら？え？万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよし。でしょ？うん。あ、ティファ。やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街につけるはず。ああ、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。うん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。うん、この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。ここを通るの？真っ暗だね。平気なふりして行こう。ねえクラウド、コルネオの話が本当だったとして、その場合シンラの狙いは何だと思う？シンラの本当の目的、私たちを潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。7番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってダメか。あ、合鍵、ジェシーたちが作ってた。水の中にお宝？探すぞ。おそらく発電施設だ。すっごく古そう。魔鋼以前の骨董品だ。いくら神羅製でも動いたら奇跡だな。これだな。やった！ここ、この大きな水路知ってる。向こう側は7番街だよ。6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラムに繋がってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。へっ！先に渡って様子を見る。ダメ、最悪の事態考えちゃう。気持ち分かるよ。7番街の破壊なんてタッチの悪い冗談。もし本当でも
ギリギリで中止になる。そうなる。うん、エアリス、何か知ってるの？え？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。も行こう。うん。また最悪の事態？どんな未来でも変えられるよ。私、そう信じてる。そっか。そうだね。楽しいことも考えるの。七番街、守ったら。守れたら、上で買い物、どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち、いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。悪いな。いえいえ。あれ、出口だよね。この水、なくすか減らすかできないかな。同じようなパネルがあったよ。流れる水の量を調節するの。なんでも屋さん、どう？排水、これだな。失敗？故障らしい。赤いランプは排水パイプのつまり。手動ポンプでゴミを押し流してくださいって。私、店でやったことがあるよ。よし、俺がやろ。エアリス、ついてきてくれる？クラウドは他のエラーが出ないか見ていて。いや、俺が。力の差がありすぎるとダメなんだ。すぐ戻るから。店のとはやっぱり違うな。これはもっと本格的。やったー、成功。さあ戻ろう。クラウド寂しがってるかも。
うまくいったな。頑張ったよね。うん。出口を確保する。クラウド、見逃してはくれないね。私たち美味しくないよ。先に行け、エアリス。ティファも行け。でもこれ一人じゃ。誰に言ってる。早くね。もう知ってるよな、俺は強いぞ。くっ。